国道278号線、通称いさり火通りです。左に津軽海峡、前方に函館山が見えます。空港から市内への連絡バスが通りますので、今通りました。空路函館に入られた方は見覚えがある道ではないかと思います。今左に見えてきましたのが回転寿司のカンタロウです。函館ではうまいという評判で、今は東京、大阪ほか他地域にも展開してまして、函館市街の方が店が多くなってます。値段はそんなに高くありませんが、人気なので待ち時間が結構あるかもしれません。まだ函館に旅行で来ていた頃、一度函館名物のいさり火を見てやろうということで、この通り沿いにあるホテルに泊まりまして、ホテルの人にいさり火は何時頃どの辺りで見えますかと聞いたことがあります。するとわからないという非常に明快な答えが返ってきました。わからないはずはないだろうと顔には出さないものの心の中で憤慨しましたけれど、いさり火というのはイカ釣り漁船がその日の漁場を求めてたどり着いた先で灯して漁を始めるというものですから、イカ釣り漁船でさえその日にならないとわからないというもので、後でそのことを知り遅ればせながら納得しました。さて、今回のタイトルにあります浦部エリアというのは私が勝手につけた名前で、観光名所の赤レンガ倉庫などのあるベイエリアとは地理的に逆側にあります。またベイエリアと違って観光客の姿を見かけることがほとんどありませんし、華やかな施設もありません。まあそういう意味も含んでいます。地図で示しますとこんな感じです。で、この辺りのなるべく海に近い道をということで車を走らせています。先ほどのいさり火通りから朝日森通りに入りまして、なるべく海の方へそれながら大森浜通り、末広栄町通りと経由しまして、住吉漁港方面へ向かいます。今は朝日森通りから海へそれた道です。ただこうしてすぐ車は行き止まりになりますので、適宜朝日森通りに戻ります。全く見ての通りで、民家ですとか工場倉庫、あるいは地元民対象の公共施設のようなものばかりが延々続いています。また行けそうなので海沿いへ行ってみます。浜沿いというのは結構風当たりも強そうなんですけれども、こうして民家がいっぱい並んでいるということは見た感じほどもそういう影響はないのでしょうか。で、今右に見えましたチョコレート色のビルは以前は温泉もある観光ホテルだったのですが、今は介護施設に変わっています。大門でも一見そういう介護施設に衣替えしたホテルがありました。で、ここなんですけれども以前から気になっていました焼き鳥せっちゃんという看板が出てます。矢印がこっちにあるのでどういう店か見てやろうとチェックしながら車を走らせたのですが、見当たりません。もう廃業されてしまったのでしょうか。で、この先海沿いに車の走れる道があればと思ったのですが、なかったのでバックします。そしたらすぐにこういうおばさんが出てきまして、お前何しに来たのかと言わんばかりの視線をいただきました。誰もいなければこの人様の土地で方向転換をしようと思ったのですが、残念でした。もちろん悪いのは私ですけれども、こういう視線というのは時として車をぶつける元凶となります。それにしてもなかなか引っ込もうとされませんので困ったものです。時間がもったいないので4倍速にします。戻りながらも店らしきはないかと思って走るのですが、どうもないですね、そういう焼き鳥屋さんっぽいのは。地図を見てみますと今ここになります。朝日森通りから大森浜通りに入りまして、このすぐ先を左折して末広栄町通りの方へ向かいます。海方面へ左折しまして、この辺りも民家や集合住宅が結構建っています。
結構広い道です。イサリビ通りのような雰囲気です。ベイエリアでいつも思うのですけれども、あの辺歩いていても海沿いながら全然磯の香りというのがしないのですが、この辺りは磯の香りがします。海沿いですから当たり前なんですけれども、ですからなぜベイエリアに磯の香りが漂わないのかが不思議でなりません。結構路上駐車も多くて、まあ近所の方の無料駐車場になっているのかもしれませんけれども、気になりますのはところどころトレーラーをつけた車が止まってます。どうやらプレジャーボートでも牽引してきたのだと思うのですが、それにしても結構数があります。コンクリートの壁がありますので、どこからボートを海に入れるのでしょうか。といううちに住吉漁港に到着しました。ここにも密漁禁止の看板が出ています。また何やら禁止の看板が出てます。遊泳禁止と駐車禁止となっています。漁業関係者とプレジャーボートの利用許可者以外は駐車禁止と。なるほど、それで先ほど道にトレーラーをつないだ車がいっぱい路上駐車してたということでしょうか。ということはここに来てボートを海に出して、それで向こうに車を止めに行くということでしょうか。ボート遊びもなかなか大変なようです。それにしてもここは漁港と言いつつ、漁業組合の建物ですとか関連施設のようなものは見当たりません。まあ、小屋がちょっとあるぐらいという感じです。で、どういうものがこの漁港に水揚げされるのでしょうか。弁天の函館漁港ですと周魚灯のついたイカ釣り漁船が結構止まってますが、ここはそういうのも見当たりません。今は出漁中なのかもしれませんが、ここにも港に入る道があります。ここにも建物施設という類は見当たりません。最近お年寄りがアクセルとブレーキの踏み間違いでいろんなとこに突っ込んでるみたいで、初老の私も間違いを起こす前に退散します。そしてここにも港へ行く道がありますが、さして何もなさそうなので気がつかなかったことにして通過します。住吉漁港を後にしまして、さらに海沿いの道を走ります。この辺りの家というのは漁師さんの家ということでしょうか。それらしい家もありますが、アパートなんかも建っています。漁業というのはどこも後継者不足のようで、函館の旧市内でも平成15年から平成25年の10年間で漁業しているところが427から248に減っているということです。で、この角を左に行きますと以前にお伝えした立町岬です。こちらは八千頭電停の方へ行きます。非常に立派なお屋敷があります。この辺りは昔は別荘地で、金森倉庫の創業者の渡辺熊四郎さんもこの付近に別荘を持っていたそうです。名著市電で巡る函館百選をご覧いただきますと、その辺りのこともよくわかるかと思います。で、間もなく八千頭電停に着きます。何の落としどころもない動画でしたが、
観光都市函館とは違った函館の風景をご覧いただきました。新函館写真機構、こちらにも観光地でない函館の風景が載っています。よろしければ合わせてご覧ください。